インプロバイダーの薄井康弘です。今日は Facebook の個人アカウントとページの使い分けについてまとめてみましたので、こちらをご覧ください。 Facebook の個人アカウントは、検索にですね引っかかりません。 Google とか Yahoo ですね、その他検索サイトに、表示されません。 Facebook にログインしている人や、参加している人が Facebook 内でですね、のみ、で、表示されます。それに対して Facebook ページの方は、検索に引っかかります。 Google、Yahoo その他、検索サイトに引っかかりまして、しかもですね Facebook.com というドメインパワーが非常に強いので、上位表示され、やすくなっています。例えば、薄い安い度で、検索した場合は、1ページ目の5番目に Facebook ページが、あります。一つで言うと、インプロビデーションというキーワードで検索した際も、ジャパンインプロビデーションという Facebook ページ、私が管理しているんですけれども、そちらが1ページ目の4番目に表示されています。あと、Twitter も、これ私が作っているんですけれども、Twitter も表示されています。Twitter もドメインパワーが強いということですね。こういう形で、例えばホームページをジャパンインプロビゼーションで作ったとしても、アクセス数を増やしたりとか、内容を増やしたりとかしないと表示はされない、上位表示されにくいんですけども、Facebook.com のですね、力を借りて短期間で上位表示されるようになりますので、こちらは有効活用できるのではないかなと思いますので、まあ、入社の方もですね、自分のページっていうのを作られてはいかがでしょうか。はい、で個人アカウントでは基本は商用利用は禁止されています。特に言えるのは、Facebook のイベントを作る際なんですけども、本来は個人アカウントでのイベントは有料のものは禁止されています。友達との飲み会とか同窓会とかカラオケ大会とかそういったもので使うのが本来の目的なんですけども、有料のものはですねページの方でイベントを打った方が本来の使い方としてはいいですね。あまり派手なことをやると個人アカウントの方は削除される可能性がありますので、実は私もまだ Facebook の個人アカウントの方でライブ告知とかしちゃってるんですけども、それを全てですね別ページの方のイベントに全部これから移行する予定にしています。少し気をつけた方がいい点ですね。あと、Facebook の個人アカウントの本来の目的は、リアルに知っている方との、関係性を深める、交流を深めるというのが、最大の目的なんです。Facebook の、始まった時の、目的が、そういう、知っている人同士の交流を深めましょうということが Facebook の、スタートですので、Facebook の個人アカウントの方ではそのように使う。知らない人とは、友達にならない、ということですね。で知らない人とですね、とは言っても知らない人と交流を深めないと広めないと、ビジネス的にとかですね、まあ、ミュージシャンだとしたら、そういうつながりを深めたいという場合はですね、ということがあると思うんですけども、その際は Facebook ページの方に、いいねをしてもらってこちらの情報を表示されるようにしたりとか、コメントもらったりとかしてですね、そちらの方で交流を深めるというふうにしていくことが大事になります。まとめますと、個人アカウントというのは誰がですね、誰がその人らしさのすべてですね、例えばミュージシャンだとしても音楽的な側面、音楽活動以外の側面をすべて出してですね、何が好きだとか、食べ物がこれがいいとか嫌いとか、こういうところに行ったとか、そういうその人らしさのすべてを出して人そのものに興味を持ってもらうというふうにして、そこから何をやっているのかって言ってそこに興味を持ってくれた人にはフェイスページの方に行ってもらって何をやっているのか、その専門性ですね、自分の特化していることを表示、アピールするというやり方がいいのではないかなと思います。私はこういう感じですね。個人アカウントの方では、まあ、どこに行ったとか、昨日はどこ行きましたとか、まあ、食べましたとか、猫が好きだとか、まあ、全てですね、音楽活動も含めてやってます。音楽活動以外のところも、
飲みに行ったとか、お店に行ったとか、興味のあるものですね、いいなと思ったものすべてですね、をやってます。それに対して、Facebook ページ、Facebook ページの方は、音楽活動のみ、を書いてます。まあ、動画だったり、ライブの告知だったり、ライブの写真だったり、してますね。まあ、こういったあのブログを更新したときは入ってますけども、それとまあ英語表記もしてたりしてます。Facebook は海外の方もよく使ってますので、英語表記を中心にしたりとか、そういう使い方、使い分けですね、というような使い方をやっております。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと簡単なんですけども、Facebook の個人アカウントとページの使い分けについて、簡単にまとめてみました。また、細かいところはですね、また今後、やって、発信していこうと思いますので、よろしくお願いします。